国田君は我々でございます。ここは宮城県は塩釜港に来ております。まずここ海なんですけれども、結構立地条件がいいんですかね。入り組んでいるわけでもなく、ちょうどね水が入ってきて、風よけになるんですよ。要するに港としての条件も完璧、陸地が挟まれ、波が穏やか。ここだったらば船が止めやすいところで、明治の頃にですね、この塩釜港を作って、それで今のあの鉄道、仙石線ですね、が明治の頃に、ここから資材を仙台方面に運んでいったという歴史もあるぐらいに重要な港町なんですけれども、今回はこの丸井と塩釜からですね、松島に行く船、松島を見ながら松島海岸の海に連れてくるという船があると聞きましたので、そちらに乗船いたしまして、観光兼移動手段としてね、使っていこうと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。電光掲示板がまるで列車の行き先案内みたいになってて面白いですね。前に八戸、違う、苫小牧かな、シルバーフェリーみたいなんで同じような景色あったんですけども、あれは3色 LED でしたが、これ1色ですね。もう完全にあの鉄道の新幹線のはやぶさ号みたいになっておりますけれども、今回乗りますは10時発です。1時間に1本松島行きの、観光船が出ております。一応経路としましては、このマリンゲート塩釜湾を出まして、くるっとこの赤いラインに続いていくような感じで、松島の各地の島を見て進んでいくといった感じになっております。大体松島といったら皆さんこちらですよね。僕も行ったことあるんですけども、松島海岸、この辺からの日本三大景色の一つですね、松島を眺めたことがあるんですけれども、今回はそれ以外にもこういったところも全部松島ということで、そういったね他の島々も巡りながらということは初めてなので、ちょっと楽しみでございます。最終地点はここの最寄りで言うと松島海岸駅ですね。そこまで列車で言うと 1,2,3 駅分先のところでございます。今回これですね、大型船で約50分間の所要時間ということになっております。ということで乗船の時間です。楽しみだわ。大型船というよりも中型船みたいだな。あれですね、3番乗り場って書いてありましたので、あそこからの乗船ということになっております。おお、これはちょっと楽しみですわ。これで移動までできちゃうっていうんだから素晴らしいことですよ。僕みたいなね、へんてこな旅人はね、ただ単にあの一つの場所に滞在するとか固まってるのはあんまり好きじゃないんですよ。やっぱいろんなところ見たいので、そう考えるとね、こういった船みたいに移動しながら観光もできるっていうのが一番ね、僕らみたいな旅人にとってはね、すごくねいい条件なんですよ。いろいろね回りながら移動するのも最高です、本当に。だからね、鉄道に乗るだけでもいいんですよ。見ながらね移動できるじゃないですか。だからこそそういったものが好きになるっていう傾向がありますね。一つのところで 3,4 時間も滞在するのもったいなくてね、次のところをパッパッと移動しながら見ていきたいタイプですから、今回のこの松島湾の遊覧コースは本当にありがたい条件だなと思います。本日はようこそ道の駅の塩釜松島などお尋ねくださいましてありがとうございます。これより大自然の作り上げました松島を心ゆくまでごゆっくりとご鑑賞くださいませ。本日はご乗船いただきまして誠にありがとうございます。それでは船内の案内いたします。船内は禁煙となります。ドア忘れませんので、ね、ご協力お願いいたします。あとお手洗いの方は後部デッキ左側にございます。窓は開けないようお願いいたします。で後ろのデッキの方は自由にご利用いただけます。写真を撮るときなんかデッキの方は、ね、綺麗に撮れますので、よかったらご利用ください。デッキも立っていいということでございますので、デッキに来ました。いやー、やっぱりね、海の景色を眺めるんであれば窓越しよりも外のこの風を浴びながら見るのが一番でしょう。いいですね。誰も寒いから来ませんし、波しぶきもかかりますからね。それにちょっと揺れますと危ないですから、気をつけながらね一応見ていくんですけれども、みんな中の方があったかくてぬくぬくしてますからね、誰も来ようとしませんので、撮影班の僕からしたらここの方がいいです。あ、いいな、おい、すごいすごい、迫力はありますよ。向こうには海上保安庁とかのなんか船が止まってるとかの案内でございます。観光船ということで、そういった案内も聞きながら、結構のんびりと思ったんですけども、思ったよりも速い移動速度で松島の方
きます。これは面白すぎる。非常に面白い。見てくださいよ。これがまたなかなかに素晴らしいものでございますね。船に乗ってるというものを感じさせてくれます。どんどんと塩釜を離れていきます。船だけじゃなくこの辺を遊覧してまた戻ってくる船みたいなのもたくさんありますから、あの辺がね
全部あのこの松島を巡って運航しているわけですから、それこそ運航大変だと思いますよ。あの船にも合わせて運航しなきゃいけないわけですから、これは思った以上に大変だな。あの船とかはあの辺でぐるぐるやって塩釜に戻ると思うんですけど、この船はこのまままっすぐね、松島海岸の方に向かって、ものすごい速さですけれども、これでも30キロしか出てませんからね。いやー、もっと体感速く感じますよ。4、50キロぐらいでは出てんじゃないかなと思いました。そう考えると高速鉄道線の80キロってとんでもないんだなと思います。だって30キロでこれ外立ててもちょっと怖いなって思いますから、それは外には立てませんわな、高速鉄道線じゃ。そしてこの辺だとほら結構ね、いろいろと養殖みたいなのをやってると思うんですけれども、松島は柿が有名でございまして、まあこの辺も柿の養殖などをやられているんじゃないかなと思います。
お時間の許す限りぜひご覧くださいませ。本日は私ども入松島観光船の馬昇コース遊覧をご利用いただきまして誠にありがとうございました。さあ松島海岸に来ました。いやーこれは面白かった。本当にあっという間で40分で気づけば有名な日本三景の松島のところに到着でございます。本当はね来週に来るつもりだったんですけども急遽ちょっと1週間早めて、この松島に来たわけなんですが、来週友達とねまたねこっちの方に来るんですけども、その時に松島を入れてたんですが、新幹線がね思った以上に売れ行きが良くて、乗れる新幹線乗りたい新幹線が乗れなくなっちゃったので、だから松島をカットして石巻とか女川方面に行くっていうことになっちゃったので、そう今回ちょっと松島は来れないなと思ってたんですけど、偶然なんですよ偶然ね今この松島に来ているわけなんですが、いつぶりだろう、もう4年ぐらい前かもしれませんね、日本三景松島ということで、まあ、やっぱり宮城県に来たら来たいよねっていう、まあ、まず観光スポット第1位だと思うんですけれど もう本当にね素晴らしいところですよ。やっぱいつ来てもいいなと、最後4年前でしたけど、でも今回遊覧船というのは初めてだったので、いい体験になったなと思いました。ということでございまして、今回はですね、日本三景松島の松島遊覧船に乗って塩釜からこの松島までやってくるというね、そういった感じでお届けさせていただきました。本当に素晴らしいね航路だったので、皆さんもぜひ挑戦してみてください。ちなみに日本三景はですね、他にもこの松島以外にもですね、浜の橋立てですね、なんか最近ちょっと落とされた事故があったんですけれども、また広島県の宮島です、厳島神社のあるところが他にももう一つ選ばれていて、それで日本三景ということです。ということでございまして、今回は、この松島で、終わりにしたいと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。